ターヒーローになりたかったずっと、うん、だそういう意味で言うとバンドでやるってことは俺にとっては逃げだったのかもしれないみたいな。フォズトーンの武雄によるソロプロジェクトテイクキングス。アニメ遊戯王の主題歌にも抜擢され12年間活動してきたフォズトーンが去年2月に活動を休止。そのギタリスト武雄はソロアーティストとして挑戦を始めた。やっぱりギターヒーローってちゃんと自分で歌って曲も書いて詞も書いてでギターも弾いてっていうものがやっぱりギターヒーローだなと思ってたので、そう、うん、単純に多分高校生の頃ギターを持った時に感じた欲求っていうのをにすごいストレートに向かいたくなったっていう。この日はテイクキングス初のミュージックビデオ撮影。今日は久しぶりにサポートのやつらが全員揃うんですよね。そう、久しぶりだな。撮影場所は下北沢のライブハウスで行われた。ギタリスト武雄がボーカルをやって感じたこと。脳みそが2つ欲しいと思ってました。歌のメロディーで歌いたいところとギターが弾きたいところがリズム的に全然違ったりもしてくる。そういうのはすごい最初は大変でしたね、うん、ギターの脳みそとボーカルの脳みそ、そうそう、それがなんか今やっと少しずつ、うん、できてきてるのかなっていう。久しぶりです。あ、どうも、ドラムの哲之って言いますよろしくお願いします。チョロ君、着替え取られちゃうよ。あー、だめサポートメンバーも自分で集めた。スカートをまとったギタリストチョロとの出会いは、いきなりスカートをめくったんですよねそうもうこの人とは仲良くなれないとこんな失礼なやつとは仲良くなれないそうそう、それがなんか今や一緒に音を出してるっていう、ね、不思議な縁が、うん、そう、悪い人から入っていくとね、なんかちょっといいことするとすごいいい人になるベース渡辺が感じた武雄の第一印象は、いや、まあ、怖いなってまず思います。近寄りたくないじゃなくて、なんか好かれたいって思う。なんかこの人に嫌われたくないみたいなドラム哲之の場合は、僕にパイルドライバーをかけたんですよでもあの時覚えてますか、確か千葉でパイルドライバー打ち上げの時に僕にかけたのみたいな、え、何それつって全然覚えてなかったね、全然覚えてなかったっすよね。いや多分ね、愛情表現だと思うよまあそう、行き過ぎた愛情表現そうそうそう、愛情表現だったら覚えてようよそこですよね3人中3人ともなんか出会いが悪いんだけどこれでもインパクトあるやっぱその出会いで感じはありますよね。キャッチー、まあ確かにね、キャッチーだよね。キャッチー、そう、キャッチーな出会い方してるよね、みんなすごいポジティブな言葉になったソロになったことでかえって仲間への思いが強まった武雄。そんな彼がテイクキングスで目指すものは、周りのやつらも一緒に登っていけたら、てかまあ連れてってやろうみたいな、なんかまだ見たことないとこまで連れてきたいなっていう風な目標が、うん、できたから、すごい充実してるっつったらあれですけど、充実していますね、毎日がすごく。そんなテイクキングスの作品がこれだ。どこ